アーティゾン美術館ミュージアムタワー京橋とは東京都中央区京橋にある複合ビル。フロアはオフィスと美術館で構成される。八重洲通りと中央通りの交差点に面する計画地にあったブリジストン本社及びブリジストン美術館が入る長坂作業京橋一丁目ビルの老朽化に伴いビルを所有するブリジストンの関連会社である。 長坂産業が南に隣接する本社ビルの更新時期を迎えていた戸田建設と共同で都市再生特別地区の都市計画を2015年9月に都に提案。翌年3月の都市計画決定を受け、開発が着手される。開発は2期に分けて行われ、一期工事でミュージアムタワー競馬 日記工事で、戸田建設の本社ビルが建て替えられ、新東田ビルが2024年に竣工を予定する。設計は、長坂産業が指名プロポーザルで、日建設計を設計者に選定し、設計者には100年先まで使い続けることを見据えて、先進的な考え方や技術の導入を求め、構想でも居住性豊かな室内空間を作ることに、設計者が挑み、ルーバー形状を、 コンピュテーショナルデザインで最適化し、東西南北で配置や向きの異なる外装を実現した。また建設にあたっては、特区の適用で溶石率が500%上積みされている。建物は地下2階、地上23階建て。BCP を重視し、地下に30基の免震装置を設置したほか、洪水、津波による浸水も想定し、 受変電設備や非常用発電機は地上8、9階に置いた。ミュージアムタワー京橋の1階は10メートル、新島ダビルの1階は約25メートル中央通りからセットバックし、空いた中央通り沿いにアートスクエアを設ける。このアートスクエアと格闘低層部のアーティゾン美術館、新島ダビル文化貢献施設と合わせて京橋色ドリクと名付け、長坂産業と 戸田建設がマネジメントを担う京橋ロドリクエリアマネジメントを設立。イベントの開催や若手クリエイターの支援、情報発信などを行っていく。1から6階の延べ床面積6715平方メートルがアーティゾン美術館となる。展示面積はキューブリジストン美術館の2倍の広さとなった。一から三階には カフェやホワイエが配置され一般公開され、4から6階が展示室となる。地上10から23階がオフィスフロアとなる。基準外面積約1300平方メートルのオフィスは折り上げ天井として高さを確保。量と量の間の深さは約1400ミリメートル。天井は PC 版塗装で仕上げた。オフィスを構える企業。ありがとうございます。